はい。それでは、正方行列と行列のべき乗ということで、M 字正方行列、M×M 行列について説明します。AB が正方行列の場合ですね。AB が正方行列の場合、まあ、例えば、A が正方行列です。だと、A の N 乗が定義できるという話は以前にしました。はい。それからもう一つ、AB、BA、両方の計算ができるんですけれども、 しかし、一般に AB と BA は等しくないと。両方定義できるというか、両方定義できてしかも同じ M 字正方行列になるわけですが、どちらも同じ型になるわけですけども、実際、その値として、行列としては違うものになると。このような性質を非可観性と言いますけども、行列の積は一般には非可観であると。もちろん AB と BA が等しくなる場合もあるんですけども、常に等しいわけではなくて等しくない場合があると。まあ一般には等しくないということですね。 はい。で、行列のべき乗は、A の2乗は a かける a ということで、A の3乗は A の2乗に A をかけてもいいし、a に a, a かける A の2乗を計算してもいいと。どちらも結合法則によって結果は一緒になります。ということで、A の N たす1乗も機能的に A の N 乗かける a もしくは a かける a の N 乗として順次定義されます。ということですね。まあ、いずれも結合法則によって、えー ま、結果的にこの A の N 乗と A は、あの、交換可能、可換であるということになるわけですけれども、これらはその結合法則によって、ま、等しいということがわかるわけですね。はい。で、簡単なべき乗のケースとしては、例えば1002の N 乗とか、1101の N 乗とかは、計算できますと。対角行列の場合は、成分の N 乗になると。まあ 要するに行列の積が対角成分の積になりますので、べき乗は対角成分のべき乗になる。それから1101のような行列の場合は、これは N 乗は 1N01 ということになります。これは機能法によって示すことができます。また、A が生息のときは、A のマイナス N 乗というのを、A のマイナス1乗の N 乗として定義します。N が自然数、1以上の整数のときですね。で、A の0乗もですね、これは単位行列というふうに定義します。 私 A が生息の時に限りこのように定義します。生息でない時には0乗とかマイナス1乗とか、まあ、存在しないので定義しません。はい。で、比較完成の例ですけども、非可完成の例として例えば1101と1011をかけたら2111ですけども、逆にすると1112というふうになるということですね。まあ、このように一般に行列の席はあこのようにまあなんか成り立ちそうな 等しくなりそうですけども、全然等しくならないということで、えー、この、あの、一時変換として、えー、行列を考えたときに、写像として考えたときに、要するに写像の順序は逆にすると、写像の順序を逆にすると、まあ、結果が違うというのと同じことで、えー、行列の席も入れ替えると違うものになるということですね。 はい。で、少し例題をやってみましょう。正方行列 A イコール1201と B イコール2005について、これを求めなさい。A の2乗や A のマイナス3乗、B の2乗を求めなさい。というものですね。はい。まあ、これは、あの、先ほどの例と同様に考えればすぐにわかると思います。はい。A の2乗は1401、A のマイナス3乗は1マイナス601というふうになります。 また B の N 乗は2の N 乗005の N 乗というふうになるわけですね、まあ。一般には行列のべき乗は行列の対角化という、えー、後期の内容を使ってやりますので、えー、一般にやることはなかなか、えーまあ、機能的に形が予想できる場合は機能法で求めるということもできなくはないんですけども、まあ、一般にあ形が予想しにくいということで、行列のべき乗は、まあ、対角化など標準化の手法を使ってやります。